します。いよいよパリまで2ヶ月ほどとなりましたけれども、今の率直なお気持ちいかがですか？はい、だんだん迫ってきて、その緊張感がすごい増してます。その緊張感増してきている中で、なんだろうな、その目標だったり、まあ、当然迫ってきているじゃないですか。そういうところへの具体的にこういう練習積んでってるとか、この後の予定ってどう考えていますか？はい、アジア選手権も含めて、自分はキルギスのライバルの選手となるアイスル選手に3敗しているので、もちろん対戦相手はアイスル選手だけではないんですけど、自分も高め、自分が強くなるっていうことを常に考えて、残りの期間練習していきたいなと思います。今お名前出ましたがアイスル選手、まあ、その世界選手権だったりアジア選手権で敗れてますけれども、まあ、その攻略の糸口みたいなところは何か見出してますか？相手の方が多分全部含めて上の選手だと思うので、まあ、経験値であったり実力であったり技術であったりフィジカル面であったり全部上の選手だと思うので、それを上回る、全部上回るってことは無理だと自分で思っているので、自分は自分のやり方で愛する選手に対抗できるようにしていきたいなって思っています。特にじゃあそこの、まあ、全部では上回れないけれども、自分のどこを強化してそこを補っていきたいなって具体的に思ってますか？一番差があるなと思うのはその経験値の部分だと思っていて、まあ、アイスル選手は年も10歳近く上だし、オリンピックにも何度も出られて世界選手権も3回優勝されていて、それに対して自分はやっぱ世界選手権で1回も優勝できてない、2回しか出たこともないし、まあ、今まで勝った経験より負けた経験の方が多いし、怪我で練習できなかった期間もすごく多かったので、その経験値を埋めることっていうのはもう難しいと思うので、どれだけレスリングに触れてきたか、レスリングについて考えられるかってことに重点を置いて、レスリングを知れば知るほど強くなっていけると思っているので、レスリングをもうずっと考えて考えて考え詰めて対抗していきたいなって思っています。レスリング今研究されてるってことですけれども、研究しててなんか最近気づいた、あ、こんなことみたいな、なんかあったりするんですか？やっぱりなんかなんていうんだろう、数学と一緒で多分公式みたいなのがいっぱいあって、この角度だったら相手は力が出ないだとか、ここなら攻めれる、ここなら守れるっていうところが結構いっぱいあって、それをいっぱい知ってる人っていうのがやっぱりレスリングって強いのかなって思います。なかなかレスリングの数学っていうのを聞いたことなかったんで斬新だなって思うんですけれども、じゃあ今自分の中でその公式をどん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 この残り2ヶ月でストックしていくっていう感じですね？はい、それをストックしてその公式に当てはめて自分の技術だったりとかを広げていきたいなと思ってます。ご自身の中ではオリンピック今回初めてになりますけれども、オリンピックって自分の中でどんな舞台、どんな存在ですか？正直出られるって思ったことが本当になかったので、現実味がないことって恥ずかしくてやっぱり言えなかったので、オリンピックで金メダル取りたいですとか、結構ちっちゃい時とかは全国大会でも勝ててないのに言えないしなみたいな感じで思えたことがなかったので、正直出れるだけで本当にここまで来れたことにびっくりしています。すごい今謙虚なコメントいただいたなと思うんですけれども、今
妹の日和さんとかにはなんか実はぶっちゃけトークでオリンピック出たいんだみたいな話とかってされたりするんですか？いや、全然しないです。妹もお姉ちゃんが出るなんて不思議でしかないよねみたいなことよく言われます。妹さんじゃあその不思議でしかないよねって言われた中だと思うんですけども、やっぱり決まった瞬間ってなんかどういう言葉かけられたとかってありましたか？やっぱり努力はいらないんだねと言われました。まあ、その妹さんですけども、普段やっぱりいろいろ練習とか試合でもきついこととかあると思うんですけど、まあ、どういった存在が結構やっぱ支えになったりとかってしますか？なんか妹なんですけど、すごい客観的に見てくれるっていうか、自分のことすごい弱音とか吐いたりしても、さくちゃんって言われてるんですけど、さくちゃんがだってこうだから大丈夫じゃんって、感情的ではなく客観的に見てすごい言ってくれるので、すごくそれ聞いて確かになみたいな、結構自信になったりとか立ち直ったりすることって結構多くあります。あと、まあオリンピックってやっぱり注目が集まるから初めてレスリング見るよって視聴者も結構いると思うんですよね。そんな中で、まあ、ご自身の強み武器だったり見てほしいところを教えてください。はい、自分は攻撃的なレスリングが自分の武器だと思うので、どんどん仕掛けを仕掛けるっていうところと、勝ちたいっていう気持ちを前面に出して戦えるっていうところも自分の良さだと思ってるので、そこを見ていただきたいなと思います。ちょっと話変わっちゃうんですけども、まあ、3月に大学卒業されて、まあ、今新規一点社会人というところだと思うんですけど、そうですね、なんかそこで気持ちの変化だったりってありますか？はい、これからは、まあ、4月からレスリング競技することがお仕事の一環なので、より責任感というものがすごい増したなと思います。その中で今回でいよいよそのパリオリンピックですけれども、改めて意気込み目標を聞かせてください。はい、私にとってパリオリンピックの舞台はリベンジの舞台だと思っているので、そこで必ずリベンジできるように残りの2ヶ月間できる限りの準備をしていきたいなって。ありがとうございます。まあ、そんなパリが終わったらプライベートで何でもいいんですけど、何食べたい、何したいって何かあったりしますか？大学の後輩たちをもっと教えてあげたい。自分を応援してくれてる分、今度は自分が勝てるために何かしてあげたいなって思います。めちゃくちゃ素敵ですね。みんなあれ食べたい、あそこ行きたいって話みたいな話してたんですけど人のために尽くしたいなっていうところですね。そうですね、今はどうしても自分のことで精一杯しまうので、終わった後は、はい、ために何かしてあげる、してあげられることをしたいなって思います。ありがとうございます。先代表からは以上になります。お疲れ様です。NHK です。先ほどの数学の話なんですけども、今後のパリで優勝するための勝利の方程式というのは、難しい。さくらさんが考える勝利の方程式、今ちょっとどんな感じですか？やらされる練習でいくら練習しても身にならないなって思ってて、やっぱり自発的に自分で考えて、そして楽しむってことが一番自分にとってプラスで、強くなれる方法で、強くなるためにパリで勝てるための式なのかなって思います。足し算、何掛け算？足し算。難しいです。難しい。そのあと今社会人、社会人生活としては、なんかそのプライベートのどんな感じですか？でも最近はずっとレスリングばっかりです。食事面とかね、あと2ヶ月で、まあ、練習以外でもしっかり徹底して2ヶ月なら我慢できるかなと思って
突き詰めてやろうと。アジア選手権終わってからの気持ちの切り替えの部分っていうのは、なんかご自身の受け方として結構沈んで、結構大変でした。やっぱり結構勝つつもりで臨んだ試合で、結構しかもやられてしまったんで、結構落ち込みました。どれくらいですか今も落ち込みます。なんか具体的にその練習の時のちょっと意識を落としちゃったりとか、練習に行けなかったりとか、なんかそういうことありましたか。まずすごいたくさん教えてもらったり、すごく練習して臨んだと思ってたので、まずそれができなかったっていうのが、教えてくださった人だったり練習してくれた人に申し訳ないっていう気持ちがすごく大きくて、大きかったです。でもそこからは落ち込みはしてるけど、前を向けてる状況。そうですね、やっと前向けてきたかなっていう感じです。もう向かないのって言ってます。そうですね。そういった意味では、先ほどの、まあ、リベンジをする舞台というふうにおっしゃってましたけども、なんかこう、なんだろう、身も心もじゃないですけども、新たに成長したものを見せられる舞台といったところもあると思うんですが、そのあたりどうなんですか。はい、日を追うごとに自分は強くなってると思ってるので、アジア選手権の時の自分より強くなってるし、1年前の自分より、過去の自分より、今までの自分の中で一番強い自分がオリンピックの舞台で見せられれば一番いいなって思ってます。わかりました、ありがとうございます。中島敦史テレビの前下にお願いします。その先ほど目標としてオリンピックっていうのがはばかられるくらいだったというところで、まあ、実際に、まあ、パリに行く選手となった今、なんかその目標を発信するってことに対して、何かその元々あったためらいだったりとか、そういった部分の気持ちの変化ってあったりしますか。自分はここまで来るのに、あんまり能力が高い方どころか多分低い方だと自分で思っているので、本当に自分一人の力では本当にここまでたどり着くことって絶対にできなかったなって思うので、まあ、今も本当にたくさんの方の力を借りて、オリンピックの舞台に臨むし、そういうことができるし、自分は本当に周りの支えを忘れられないし、忘れちゃいけないなって思って、そういう感謝の気持ちも全部そのオリンピックの舞台で、私の試合で表現できれば一番いいなって思います。その目標を発信していくことの、なんか自分にとってそれがどういうものかというふうに変わっていったりしてますか。昔はちょっと難しかったというところだったんですけど、なんか器用な人だけではないと思うので、自分みたいな選手もいるし、自分みたいな選手もこうやって戦えるんだっていうことを見せていければ、きっと世の中の人の勇気だったり、そういうものの希望であったりを与えられるのかなって思います、ね、その中でリベンジというところと、まあ、一方で初めてのオリンピックだと思いますけど、気持ち的にはワクワク、緊張、不安、いろいろあると思うんですけど、どれが一番の、そんな不安が大きいですね、やっぱりな。こちらはどういったところなんですか。やっぱりアジア選手権になってしまったので、あと3ヶ月しかない。でも勝たなきゃいけない。でも勝てる感じしないみたいな。結構それが自分の中で一番の不安要素だったなって思います。その目標にしてたところで楽しみっていうよりは、もう完全にその対大勢選手っていうところの難しさというところが大きいっていうのは。ずっと愛する選手で考えてしまってたので、不安になったりすることは多かったと思うんですけど、さっきも言わせていただいたように、全部格上の
選手なので勝たなきゃいけないって思っちゃうんじゃなくて、挑戦し自分は挑戦者だな、こんな自分の方が全然下なんだからって、自分は負けたってなんともないですけど、こっちはやっぱ負けることって結構こっちの方が多分プレッシャーに感じてると思うので、本当に挑戦者の気持ちで臨めれば、臨めた時が自分が一番強いのかな。それは一方でパリって観光地じゃないですか、はい、旅行で行くとこみたいなイメージだと思いますけど、競技以外でちょっとそういうオフじゃない、オフの期間は行っていたらないと思うんですけど、なんかそういうの楽しみにしてるとか、旅行で何かしたいとか、写真撮ったりとか、はい、パリっぽいとこ行きたいなって思ってます。ちょっと最後あなたのこと、私から最後に目標の話、ちょっと何度も説教しなんですけど、あえてメダル並みを取りたいとか言われたら、どういう考えを持ってたいですか。金メダルを一番取りたいんですけど、ちょっと確実じゃないのか、ちょっと言うとちょっとプレッシャーになっちゃうんで、金メダルを取れるように精一杯の努力をしたいなと思います。ありがとうございます。テレビ朝日の高橋と申します。先ほど、ご自身のレスリングどういったところを見てほしいかというところで、攻撃的な積極的に攻めるところとおっしゃってましたけれども、例えばこの技が出たら、この技こそ元木さくらみたいなのと か、 なんかこれが出たらすごい調子いいとか、なんかそういったなんか技であったり動きあったりしますか。ローシングルっていう相手の足首を狙う低いタックルが自分の技です。それは、もういつぐらいからずっと磨き上げるものなんですか。高校生ぐらいからずっとやり続けています。どういうふうに自分の武器になっていったというか。きっかけは高校生で肩と膝を怪我してしまって、で普通の両足タックルとかが肩が外れたり膝が不安定で怖くてできなくなってしまって、でそれから怪我をしない、なんか安全なタックルっていうかっていうことで、怪我のリスクは少ないっていう意味でこうやり始めてからすごい定着し始めたかなって。でここ終わって大学でさらに入るパターンであったりを増やしてどんどん磨き上げてきた。ありがとうございます。注目して、ちょっと聞いていいですか。なんかその中で、その技もありながらパリに向けてその一番強化してきたのが自分が攻撃的な仕掛ける数は多い、攻撃的な面白いレスリングにずっと憧れてきたので、そういうレスリングができるように攻撃的にやっぱり守るんじゃなくて突き攻める、攻撃するっていうレスリングを理想にして強化していきます。あとはパリの舞台にはご家族とかはいらっしゃいますか。はい、両親が来てくれます。両親だけ。はい、あと先生とか。わかりました。ありがとうございます。テレビ以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。